女優の広瀬アリス29が藤原達也42が主演する10月期フジテレビ系連続ドラマ全領域異常解決室10月9日スタート水曜50時に出演することが26日分かった科学では解明できない不可解な異常事件を専門組織全領域異常解決室が捜査にあたるオリジナルストーリー通称全決 の室長代理を務める主人公の藤原とバディを組む警察官を演じる広瀬は超常現象やオカルトは結構好きな方で映像とか調べたりしてたまに見たりしています学生時代オカルトなどの本を見てわーってなってましたと明かすとその頃のことを思い出してよりこの作品への参加が楽しみになりましたと笑顔を浮かべた 藤原演じる主人公はシニカルな一面を持ち独特な雰囲気を醸し出す一方、広瀬演じる警察官はコミュニケーション能力が高く素直な性格という価値観も全く異なる役柄でのバディ。藤原とは初共演で、藤原さんのラジオが好きでよく聞いていて、すごく面白い方だなと思っていましたと笑い、今日 SNS の撮影で少しだけお会いしましたが、本当に目が合わなくて、 笑い。これから少しずつお話をしていけたらいいな、と思っています。藤原さん演じるキャラクターはかなり変わっていますが、しっかり振り回されたいな、と思っていますと力強くコメントした。一方の藤原も、初めましてで、僕自身すごく緊張しているので、広瀬さんの隣でそわそわしないようにと苦笑いしつつ、大切なバディなので、最後まで一生懸命、 広瀬さんと支え合いながら、走り切りたいと思いますと宣言した。